こんにちは県庁ですこのコーナーは静岡県広報課がお送りします。 今日は第二火曜日えー、スタジオに川勝知事をお迎えして県政についてのさまざまなお考えをお話しいただく川勝知事のラジオトーク福岡有徳の理想郷静岡です知事おはようございますよろしくお願いします今月11月は児童虐待防止推進月間ですけれども、はい、え今日はその児童虐待をテーマにお話しいただきますが本当にあの 児童虐待もうニュース聞くたびに辛い悲しい気持ちになってしまいますよね,そうですね知事はこの問題に関してどんなふうにお考えでしょうか子どもというのは養育されるべき権利を持っているんですね、ええ、保護者は養育する義務を負っているわけですけれども、ええ、幸せに育つ権利がありますよね、子うです子供は。ですからそういう弱いものをですね、えええー、いじめてはいけない虐待してはいけない、うん、ですから決して許されない行為だと。うん いうことですね、今のいろいろ種類がありましてね、はい、その子供に暴行を働く、まあ、身体的な虐待ですね、はい、それから罵しったりいろいろとその汚い言葉で子供をいじめると、うん、これはまあ心理的に相当なる虐待を受けます。うんうん、それかからです、ね、その服を変えないとか、うん 食事を与えないとか、病気になっても、お医者様に連れて行かれないとか。こうしたことはもう放っておくということで、これも多いんですよ。ネグレクトという。ネグレクト、そうですね。それから、まあ、数は少ないですけれども、猥褻行為もあります。こうした、あ、ことはですね。子供の心にも、それから体にも、傷が、こうおってですね。なかなかそれを克服できなくなります。育ち盛りですからね。深い傷がずっと残りますので。 いわゆる健やかななな成長ととか発達を損うこにります身体的虐待あるいは病気でほっといたりするとこれが死亡に至る場合もございますからですからこれはもうやめなくちゃいけないということで虐待を受けた子どもは心身に傷を負ったままその後の人生を生きていくのだということをよくお考えいただいてですねやがて大人になりますでしょうそうすると今度は自分小親になれば自分のお子さんに対しての 態度にもそれが影響してくるということで、うん、虐待がですね。うん、この次世代に連鎖していくい連鎖していくという。 これを止めないといけないということですね。です,ねですからこの虐待は社会全体の問題なので、うん、社会全体で取り組まなければならない問題だというふうに考えています。はい。この児童虐待ですけれども、まああの数が増えているというような形もありますけれども、静岡県はいかがですか。そうですね。残念ながら増えていると見込まれます。はい、これはですね、やはり虐待のことが社会問題になりまして。ええ 児童虐待防止法というのが平成12年、はい、今から12年前に施行されたんですけれども、はい、この時に相談件数が444件という数字が残っていますうん、うん、で昨年度、うん、すなわち11年目,11年目ですね、うんえー、その時に1435件ですから3倍3倍以上ですよただこれはあくまで相談件数ですから、ええ、ですから、えー、一概に虐待が増えているか というわけにはいかないとは思いますけどもです、ねうん、分からない部分ありますよね。そうですね。うん、ですからあ、虐待通知、通告制度と言いますけれども、うん、これが周知されて、児童相談所で把握する件数が増えたということも用意、うん、しやすくなったっていうこともあるかもしれませんね。ねおっしゃる通りですね。うん、だけど、一方で核家族っていうのがありますね。うん、それから離婚も増えてきまして、うん、一人親家庭というのがございます。うん、これが増えてると。はい、で、そうすると。 えー、近所との付き合いがだんだん疎悪になるとか、うん、それから一人きりで子育てをしなくちゃいけないということがあるでしょう、うん、でそうするとあのやはりその虐待のこう環境を作っていくということになって仕事に帰ってきて、うん、自分自身もいろんなストレスを持っている、うん、でこれがあつい子供に対してきつい言葉になったり、うん、あるいは思わず手が出てしまったりすると、うん、でまたもちろんあの育児ストレスというのも当然ございますからす、ねまあ、そうしたことで悩んでる人がかなり多いと。うん いうことですねそのことが相談件数が増えているということにもなっていると思いますし今言ったような環境はですね虐待をこう増長しかねないような環境ではないかということです,、ね、ですから私どもはこれは非常に危機だということで大きな危機感を募らせておりまして子どもを産んで育てやすい環境を作っていかなければならないと。 いいうふうふに強く考えているところです、はい、もうあの知事も前おっしゃってましたけど産んでよし育ててよし静岡というねそ,うそれを実現していかなくちゃいけないと思いますけれども、はい、あのそういった子どもを育てやすい環境を作っていくためにどんなふうに取り組まれの育児す担 の育児負担が大変だという,そう,いう育児負担感を軽減する、うん、あるいは社会から孤立してるんじゃないかと自分一人悩んでるんじゃないかというその孤立感を解消することが必要ですわね。うん、ですから、まあ、全体としては社会総係というか、うん、地域総ぐるみというか、うん、まあ,あ社会全体で応援しなくちゃいけないんですが、うん、市や町ではですね保健師さんが原則として全ての ちのみ子のいらっしゃるご家庭を訪問してですね、うん、子育てに関する情報提供とか相談に応じる入児家庭全子訪問事業というのを実施してます,す、ね、はい、はい、それからあのお母さんの子育ての悩みなんかがございますから、うん、専門の相談員が無料で電話相談を行う子ども家庭100番というのも運営しておりまして子育ての悩みを聞いて、うん その経験を図っているということなんですが地域の子育ての支援拠点を整備したり、うん、民間の子育て支援団体のさまざまな活動も支援していますが、うん、まずその地域の子育て支援拠点というものにつきましてはです、ね、これは県内で今204か所ありますで民間でもやはりいろいろな方たちがボランティアで子育て支援団体を作ってくださりまして、うんえー、これもですね平成22年から24年度で県としては 94事業を女性今しておりますが、はい、そういうところでですねなんと相談件数が22年23年でなんと5万6千人の方々。 ああそうやっぱりね役に立ってるんだと、うんうん、それからまた悩みを抱えてらっしゃる方が多いんだとそうです、ね、いうことがこれでわかりますねこの数字が語っているととうことです、うんうん、私どももやはりこうしてあのラジオの番組やってますと、まあ、匿名性ということもありますのであのいろんな形であの悩みの相談をねあの子育てに関する悩みの相談などもね受けることもあるんですけれども、はい、あのやはりみんな,みんなあのお母さんたちって みんな普通に育ててるのに私だけなんでっていうふうに悩まれたりするんですね。私だけなんでできないって私いけないんじゃないんだろうかってな私なんか足りないとかね<ー>そういうことで悩んでいたりるあるいはこんなことで相談してもいいのかしらっていうようなことでいいんですということですよね。そ、ね、そううでですすねであのこういった児童虐待ですがが、まあ、自分がその 子供に手を挙げすぎているんじゃないか、叱りすぎてるんじゃないだろうかそういうことで悩んでいたりあの児童虐待を自分がやってるんじゃないだろうかっていうことを後ろめたい思いになっているあの自分自身がねそういう方もいらっしゃると思いますしまた近所でもしかしたら。 あのお,宅のお子さんが随分と大きな声でなきめいていることが多いんだけれども、はい、もしかしたらというそういうことが気づいた場合というのはあの児童相談所などに連絡ううですねもうご遠慮なく、うん、なるべく早く連絡していただくということが重要ですそのなぜかと言いますとですねやはりこれはもちろん子どもを虐待から守るということがありますけれども支援を必要とするご家族を早くに派遣できるという、うん、そういういことにつながるためですね。はい で今月は児童虐待防止推進月間ということですので、うん、虐待を受けているのではないかと心配されるお子様を見つけられたらです、ねうん、躊躇なくご遠慮なさらないで、うん、児童相談所であるとか、うん、市とか町の児童福祉担当課にご連絡をくださいませこれを今メディアを使って集中的にです、ね、広報しておりますので、はい、ぜひご連絡していただきたいということでございます、はい、児童虐待が疑われるんじゃないかといった時には児童相談所 ですからお住まいの市とか町の児童福祉担当課にご連絡いただくようにお願いしたいと存じます。すね、もしかしたらこれ虐待じゃないかしらって気づいた場合もそうですが、もうあ私が私がっていうことでねすごい悩んでいる方にもぜひ相談していただきたいですね。はい、でこれはあの連絡先の児童相談所全国共通ダイヤルの電話番号がありますので、えー、申し上げます。零五七零零六四の零零零 繰り返します。0570。064の。000。こちらが、児童相談所、全国共通ダイヤルの電話です。でこちらに、まあ連絡をするということが。あの、お子さんを、そういった虐待から守るということ。それだけじゃなくて、その支援を必要とする家族を、早く発見すると。うね、ということに、ね、つながりますね。はい、本当に、あのお子さんたち、そして、ご家族を見守っていくと。 本当にそのだと存じますやはり地域で共に支えていくということなんですけども思いやりの気持ちを持つともうすでにね昭和34年皇后陛下皇淳皇后陛下も亡くなられましたけれどもその時にですねお歌を残されていまして「傷つきし心の子らを抱き寄する母ともなりて厳島んと本当に傷ついてる心この心この 心が傷ついてる子を母のように抱き寄せて慈し,、うん、慈しんであげたいと、うん、もう泣けてくるのね、うん、お歌がありますよ、うん、ですからこういうね皆、うん、地域で子どもを大事にしていこうということが大事です、うん、でそれでですね今新しい国民といたしまして、はい、今月はですね児童虐待防止推進月間だということで新聞配達人の方々に地域を見守る活動をしていただこうと。 何しろあの県内6000人のです、ね、新聞配達員の皆様方が、うん、朝夕、毎日家庭に新聞を届けていただいておりますのでこの方たちに、うん、富士山湖目守り隊、うん、と称していただきまして児童虐待を見たり聞いたりしたら、うん、相談連絡をする活動を行っていただくということをしていいいいます気づたたたららぜひ、えー、先ほどの,の、えー、こちらにご連絡いただきたいと思います。 であのー、この児童虐待防止推進月間ですが、はい、他にはどんな取り組みをしているんでしょうかこの間の土曜日は、ですね<い>児童虐待防止について広く県民の皆様にご理解とご関心をいただくために、うん、児童虐待防止出動からの集い,と、うん、集いというのを関係団体に協力していただいて開きました。それからこの25日の日曜日日曜には、うん 歯医者さんですねその歯医者さんの団体県歯科医師会というのがありますけれども私どもとこの県医師会が協力した歯科医師会が協力しましてシンポジウムというのを予定しています。と言いますのもね歯医者さんというのは学校で歯の検診していただけますでしょうまた診察もされるとそうするとやっぱり異常な虫歯とか歯ぐきがんか異常に腫れてるとそういう子どもの歯の健康状態を確かめることで あこの子ひょっとすると虐待を受けてるんじゃないかと、うんうん、いうことで歯医者様 ああを通して虐待を発見でき早く発見できるとそれもね、私も聞いてますけれども、例えば虫歯、歯が痛いよって言ったら、あした、さあ行きなさいって普通なら言うと思いますけれども、連れていくと思いますけれども、そのままほったらかされて、口の中が虫歯だらけになっているというのは、やはりこれもネグレクトの一つと考えていかもしれないということですよね。じゃあ最後に、この児童虐待防止について、県民の方々にメッセージをお願いいたします。そうですね 赤ちゃんをお連れになっているお父さんあるいは特にお母さんですねを見かけられたらかわいい赤ちゃんですねとそういった声をかけて差し上げるともちろんお父さんお母さんがご一緒の時もそういう一言とかですね笑い顔でお父さんお母さん元気になったりホッとされることがあるということですよね。エンジェルルズスマイっっていうこれは子がですすねまぐ 大人を見たりあれお父さんお母さんの目をマナカイ目をお互いこう見つめ合うというマナカイですねそしてその時にあの赤ちゃんが笑うとこれ別に誰に強制されるとか誰に言われると自然に笑われてくるエンジェルズつまイルもともとそういう笑い顔を持って生まれてくるんですねその笑顔を見るとこちらも引きずられて笑顔になっていくというねそうですそういうもう神から与えられた笑顔ですですから こうしたお子さんがちゃんと育つように社会全体で特に親御さんはですね養育する義務があるし子どもはきっちりと養育されて育っていく権利があるんだということで児童虐待防止はもう静岡県全体でですね、えー、推進したいと。 いいううふにってますのあどけない微笑みを消すことのないようにおっしゃる通りですね子供を連れて外出して私も子育てをして初めて気づいたのはいろんな方とお話ができるという例えば電車の中でも道を歩いてあてちょっと困ったわっいうとにお手伝いしましょうかとかねちょっとしたことで全く見ず知らずの方が声をかけてくださっているというのはどんなに嬉しいかということ。なののでおお子子ささんんたち連 お母さんも父さんも見かけたらちょっと声をかけて差し上げるということがあの本当に子育ての助けになるし、はい、見守られてるなっていうこともね感じ取れるんじゃないかと思いますの。そうですね。ほんのちょっとの勇気を出して声をかけを。いやもう小前さんのメッセージがすべてです。さすがありがとうございました。<laughs> えー、今日はねそういったあの児童虐待防止、えー、推進月間ですので今月はね、えー、特に皆さんそのことに心がけていただきたいと思います。 さて、えー、知事次は次回は11月の27日の火曜日ですので、はい、またよろしくお願いいたします今日はどうもありがとうございました,ましたこんにちは県庁ですこのコーナーは静岡県広報課がお送りしました